ワールドシリーズはドジャースとヤンキースの名門対決に、小早川氏はつなぐ野球を勝利のポイントに挙げた。AP ナ・リーグ、リーグ優勝決定シリーズ第6戦、ドジャース10-5メッツ、ドジャース4-2敗、20日、ロサンゼルスドジャースとヤンキースによる43年ぶりのワールドシリーズを、米国のファンはどれだけ待ち望んでいただろうか。強打を誇る両球団の最終決戦は、打撃戦が予想される。ドジャースは、大谷、ベッツ、フリーマンの MVP トリオ、ヤンキースは合わせて945本塁打のソト、ジャッジ、スタントンを擁する。いかに失点以上に得点できるか、そんな戦いになるだろうが、そう簡単にホームランは出ないはずだ。それぞれのチームは、主軸3人の前に、いかに出塁できるか、または出塁した主軸打者を、いかに生還させるか。四球や安打、仮にアウトになっても進塁打でつなぐ意識が勝利に結びつく。ドジャースは山本、ヤンキースはコールらが先発するときに試合を落とさないことだ。短期決戦は思い描いたように試合は進まない。だから計算が狂ったときは全員でカバーする。4戦先勝のワールドシリーズ。3つは負けられるという気持ちを持つことも必要だろう。いずれにせよ、打線がポイントになる。サンケイスポーツ専属評論家1級速報へ、試合日程へ。